M-51 フィッシュテイルパーカ M-1951 パーカシェル M-51 モッツコートとして知られている軍用パーカは競技には1950年代に採用された米国地上軍の極寒防寒医療の51年型モデルを指す朝鮮戦争でも着用された米軍ミル規格ミル P-11013 により規定される名称は、パーカシェル M-1951 となっている。いわゆる、フィールドジャケットの上に羽織るパーカとして使用し、襟にはフードが縫い付けられ、フラップ付き大型ハンドポケットが両脇に設置されている。両肩には、ショルダーループがある。欧米においては、一般的にモッツに愛用されたことから、モッツパーカあるいは塩ビ状の裾の形状から、 フィッシュテルパーカなどと呼ばれている。大量のサープラスがイギリスに渡ったのが普及した理由の一つという説もある。現在ではモッツコートという故障が定着しているが90年代まではモッツパーカ、シェルパーカなどと呼ばれることが一般的であった。モッツコートの故障は1990年代以降の日本のアパレルファッション業界が発祥と思われる。国内における モッツコートの定義そのものに混乱が見られ、抗議のモッツコートはミリタリー風コートとほぼ同義で使われていることがある。また、米軍以上の M-51 はパーカの他にフィールドジャケット、トラウザースなども存在し、このことが混乱に一層の拍車をかけている。ありがとうございます。